ユタボンと大揉めの2チャンネル解説者ひろゆきさんの今後を占う。さあ、はい、先生もうね、皆さん知ってる、はい、2チャンネルの掲示板創設者、こちらひろゆきこと西村ひろゆきさん、はい、昨日やりました、YouTuber ユタボンと、ね、まあちょっとね、学校行く行かないでちょっと揉めたりもしてるこのひろゆきさんなんですけども、このひろゆきさんの、今後の運勢を、はい、今日は占っていただきたいと思います。そうですね。で彼は、はい、今運勢がやっぱりこの豪財と召喚という、ほうほう、まさにこの争いを生む、うん、はい、あとやっぱりちょっと訴訟すれすれですね。そうですね、今も何件も抱えてらっしゃるはずですから、うん、へえ、結局争いをすることでお金が入ってくるというような運勢ですね。はあ、なるほど。その争いは必要なんですね、お金入るために。そうです、これあの争いがなければ財は動かないですね。いや、まだそれも大変ですね、うんうん。これいつぐらいからなんですか、ひろゆきさんは。これはやはりこの27ぐらい、数えの27からちょうど来てます、ね、ちょうどまさしくそれぐらいからですね、はい、で争いで、はい、うん、ここからやっぱ訴訟も始まってますね、はあ、この争いはもうずっと続くんですか。これあのおそらくね、ここでかなりヤバい状態になりますね。あら、このちょうど47から5年間、はい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 、これあの地位を失う可能性の大きいですね。そう、争いということは勝つだけじゃないですもんね。負けることもあるということ。そうですね、だからここはかなり負ける可能性が高いですね。なるほど、やっぱその勝ちっぱなしってわけにはいかないっていう、ね、西村さん、ひろゆきさんはじゃあもう争いがあって、もしかしたらこの時にそのあら、なんていうんですかね、状況が悪くなるという。そうですね、これおそらくここでもしかしたらその地位を失う可能性ありますね。これもう本当に疑問なんですけど、この争いって出てる人がその争わない選択、その普通の固い仕事とかに行くってことはあんまないんですかね。あ、これ無理ですね。あの本当に思っちゃうんですよ、僕。ある意味体育会系なんですこの人。あ、だからじっとしてられない。もう本当に僕すごく気弱いんで、もうこういうのを見るたびに、なんでこんなしんどい方向行くんやろっていうふうに、それが生き方というか。そうですね、そうなんですね。もう元気良すぎた、生きがい良すぎた。なるほど、なるほど。でもその、はい、なんか鬱憤を晴らしたいんでしょうね。ああ、はい、なるほど。もうそしたらじゃあ ここで厳しくて、この先はまだどうなるかって感じですね。まあいろいろあるけど、まあ、はい、逆にこっちの方が財運が良くなってきますね。お、じゃあ、ね、一旦まあここで厳しいのを超えればまた上り調子にということ で、ね、ああ、なるほど、ありがとうございます、ひろゆきさんの、もう本当にちっちゃい話なんですけど、ユタボンと揉めてるというのがあったんですけど、それはどう決着すると言ったらあれですけど、うん、そうですね、ああ、もう単なる揉めで終わりですね。あ、単なる揉めなるほど、そういうこともあったなっていう。そうですね、もういや、もうまさしくちょっともうそうなりかけてますからね。あ、先生ありがとうございます、はい、ひろゆきさんの今後ぜひ皆さん見守っていきましょう、今日もご視聴ありがとうございました。また明日。